さあこのゲームはリーグの開幕戦です。新たなシーズン今日からスタートです。このゲームの舞台はラツィオのホーム、ローマオリンピコ。熱狂的なサポーターの声援がスタジアムを包み込んでいます。この時間はラツィオ対日本、こちらの一戦をお届けいたします。北澤さん、ついにリーグ開幕戦です。そうですね、やはりうまくいくかいかないか大きく出る試合ですから、ね、開幕に向けて準備はしてきましたけども、うまくいった時には監督はすごいなって称賛されますけども、うまくいかなかった時にそこ問題ないからね、はい、苦しんでると失いますからね。やはり両チームとも開幕白星行きたいところですよね。そうですね。さあ前半見ていきましょう。ラツィオ対日本、序盤はどのような試合展開になっていくのか。久保、ここで受ける、大迫のシュート、反転してのシュートでした。大迫、前半の14分を過ぎたところです。遠藤、ここは奪います。日本がここでファウルを取られます。ハトリ、さあシュート、日本はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。激しいボールの奪い合いです。ここでファウルがありました。幸運にも注意に終わりました。ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤に差し掛かっています。竹内、ルイス・アルベルト、中島から大迫、またファウルか、イエローカード、裏へのスルーパス、柴崎、来ましたよ、絶好の位置、取らないですね。ここは中央突破を図る、味方選手はまだ追いついていません。中島から大迫、打った、まあもともとミドルが得意なプレーですから、もう隙があれば打ってきますよね。大迫、ミドルシュートを打っていきました。さあ繋がるか、ここで収まる、チャンスできるか、シュート、前半終了の直前、チェックを受けながらのシュートを決めてきました。竹内、ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。
さあラツィオ1対0先制しています。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね、ボールの奪い合い激しいものがあります。さあどこに出してくる、いいプレッシャー。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半から得点が動いています。ラツィオ先制してそのままリードで折り返しました。リードを奪えたのも良かったんですけど、まずは前半を無失点で抑えたのが大きかったですよね。後半も守りを固めつつチャンスがあったら攻める形でいいと思いますよ。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。ラツィオ対日本、ラツィオが1点先制して前半を折り返します。早々とこの後半始まっています。ラツィオとしては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどね、はい、柴崎から大迫、さあどうする、シュート。ラツィオ完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、まあ、もらうまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね体を。まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどね。酒井、ラツィオこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。まあこの入り方もそうなんですけども、大事なのは次の1点でしょうね。この時間帯の 1-0 は非常にシビアですからね。できればどうだこのシュート、カモスの、いや北澤さんこれナイスセーブでしたね。いやあの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。この難しいボールによく触りました。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。ラツィオ、シュート。追加点が決まりました。これで差は2点。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる。フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。さらに1点を追加し2対0としています。ラッツィオとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね、上げてくる、日本ここでファウルをもらいます。大迫、大迫シュート、素晴らしい反応でした。いやキーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。大迫、今のチャンスはものにすることができませんでした。来た、ミドル、3点目というところでした。決まってればもうゲームは決まってますよねこれね。日本はここで選手を変えます。柴崎、この残り時間、戦い方としてはどのような手段がベストでしょうか。まあこの状況でしたら失点だけは避けたいですからね。もう無理しないことが大事になりますね。時間を有効に使ってその都度相手に対応していく形でいいんじゃないかなと思いますけどね。激しいボールの奪い合い、ルーカス、縦へのボール、長友、試合終了、2対0、
開幕戦を勝利し勝ち点3を獲得しました。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。ラッツィオとしてはまずはこのリーグ初戦を勝ち点3でスタートできて、監督も